少年時代の近藤健介、焼き鳥食べたいなぁ。せや。近藤といえば、巧みなバットコントロールと選球眼の良さが持ち味だ。プロ12年目で通算打率307、出塁率413。日本ハム時代にはチームメイトだった大谷翔平エンゼルスがそのバッティングを天才的と称していた。先を読み、状況に応じたバッティングができるのも大きな強みだ。そんなクレバーなバットマンらしい、幼少期のエピソードがある。ある日、近藤少年はどうしても焼き鳥が食べたくなった。しかし手持ちのお金はない。考えに考えた末、妙案を思いつく。まず何軒か先の家からタダで落花生を譲り受け、焼き鳥屋のおじさんに交換しよう、とぶつぶつ交換を持ちかけたのだ。持ち前の人懐こさで、おじさんもあっさり陥落。近藤少年は無事、焼き鳥をゲットした。地元千葉名産の落花生を種に、わらしべ長者さながら目当てのものを手に入れたわけだ。この人懐こさは、高校野球の名門に進学した後も大いに武器になった。軟式野球の強豪修徳学園中を経て、横浜高校に入学。3年生で師匠だった筒香嘉人もレンジャーズマイナーが率いるチームで1年次から試合に出場し、夏の選手権大会神奈川県大会では打率438をマーク。バットでの活躍の傍ら、寮生活では母から学んだレシピでチャーハンを作り、先輩たちの胃袋をもがっちりと掴んだ。この頃から親しみを込めてコンちゃんと呼ばれ、大いに可愛がられていたという。少年時代の近藤健介。これのおかげで日ハム優勝できたんだよね。こいつが焼き鳥食いたいって遊び来たら腹いっぱい食わせたくなるな。山田花子定期。これはタダで食いもんもらえるわ。落花生を譲り受けが面白い。てっきりスズメ捕まえたのかと思ったわ。ボール打ってスズメでも撃ち落としたのかと思ったわ。落花生タダでいけるんなら焼き鳥もワンチャンいけたんやないか。落花生から7億円までたどり着いたとか、すごいな。ハングリー精神ってやつか。